これいい感じだね。簡単にできそうな感じがするね。こんにちは。仕事やサークル活動でプレゼンテーションを行う方もいらっしゃるかと思います。今回はスマートフォンでできるプレゼンテーションアプリ Google スライドについてお話をしたいと思います。今回は画面を横向きにしてお話をしたいと思います。 Google スライドを起動します。はい、起動しました。これ、以前作った、これパワーポイントで作った、プレゼンテーションの資料なんですが、例えば、動画の編集、動画編集ソフトの基本タップします。はい、このようにして他のアプリソフトで作ったプレゼンテーションの、データもこのようにして表示することもできますし、編集することもできます。はい、今回は、そのね、プレゼンテーションアプリ Google スライドの基本についてお話をしたいと思います。右下の赤いプラスボタンをタップします。はい、新規作成ですね。ダブルタップしてタイトルを追加とあります。ダブルタップします。はい、これで、入力することができますんで、タイトルを入力します。サブタイトルを入力しました。 OK です。これで、とりあえずタイトルのページは完了です。で、新しく、次の、スライドを作ります。左下、紙にスライドにプラスと書いてるボタンタップします。はい、ここで、スライドを追加、いろんな、タイプのスライドありますね。例えばタイトルと本文右上、ここをタップします。はい、すると2枚目に、ダブルタップしてタイトルを追加っていうのと、ダブルタップしてテキストを追加っていうページが、できました。ちょっと入力します。これ、例えば、これからはスマートフォンですっていうと、このスマートフォンだけのフォントサイズを変更したり、色を変えることができます。このスマートフォン、ダブルタップします。そしてこれ、範囲選択、広げます。はい、そして右上、アルファベットの A と書いてるところをタップします。そうしますと、下に、フォントとかサイズが出ます。このサイズ18ってあるの、ちょっと変えましょうか。はい、そうしますと、画面も変わりますよね。このように、スマートフォンと大きくなりました。で、これちょっと色を変えます。もう一回 A をタップします。そして、色を変えたいときには、ここ、テキストの色タップします。そして、例えば、緑、オレンジにしようかな。タップします。はい、そうしますと、ここ、はい、このようにして、スマートフォンだけフォントサイズとフォントの色を変更することができます。はい、3枚目作ります。左下タップします。今度は何もない空白をタップします。はい、そしてここにね、ちょっと画像を追加したいと思います。この右上プラスをタップします。はい、そして、画像とあります。ここをタップします。で、写真からタップします。はい、ここで、この YouTube の写真選びます。タップします。はい、そうしますと、スライドの中に写真が入りました。これ、ドラッグして写真の位置を変えることもできます。もちろんテキストも自由に挿入できます。右上プラスボタンタップします。そしてテキストをタップします。はい。で、これテキストの幅、ちょっと狭くしましょうか。で、長くしましょうか。はい。で、ドラッグします。はい。で、ダブルタップして文字を、テキストを入力します。
これ文字も範囲選択します。そして、右上の A をタップします。そして、サイズをちょっと大きくしましょうか。そして、色も赤にしましょうか。はい。そして、ちょっとこれ文字が大きくなったので、広げましょう。はい、という感じで OK ですね。できました。図形も挿入できます。右上プラスをタップします。そして図形タップします。はい、ベーシック矢印フローチャート吹き出し計算記号とありますんで、ベーシックと、四角とか丸とかありますね。例えばこれ、角が丸い四角をタップします。はい。と画像が入りますんで、これ適当な大きさにします。はい。もちろんこれ、文字も入ります。この図形の中、ダブルタップします。はい。これで、文字が入力できます。はい。このように、フォントサイズ、フォントの色を変更することもできます。また、図形内の塗りつぶしもできます。A をタップします。そして、図形をタップします。そして、図形の塗りつぶしの色ってありますんで、ここをタップします。はい。で、基本とかありますね。ここで色を何にしようかな。水色にします。はい。このようにして、図形の塗りつぶしもできます。スマートフォンで、しかも指一本で本格的なプレゼン資料を作ることができます。もちろんこれ、テーマを適用することもできます。一番右上のボタンタップします。はい、テーマを変更タップします。はい、ここに、いろんな、テーマがありますんで、何か適用しましょうか。あ、ポップを適用しましょう。はい、適用できました。トップページ見ましょうか。このようにテーマが設定されました。2枚目。はい。3枚目は、これ、空白に作ってますんで、ここはテーマが適用されません。で、4枚目。という風にして、テーマを設定することもできます。プレゼン資料が完成したら、スライドショーで確認することができます。この上の方にあります再生ボタンのマークをタップします。この端末で表示をタップします。はい、表示されました。この画像の上でタップすると、次のページ、次のページに行きます。戻る場合には、この右側にあります下のボタンをタップします。はい、そしたら元に戻ります。今回は Google スライドの基本的な使い方ということで簡単にお話をしましたが、これね、結構時間をかけて作っていけばパソコン並みの立派なプレゼン資料ができるかと思います。試してみてください。今回はスマートフォンでできるプレゼンテーションアプリ Google スライドについてお話をしました。そんなにね、急ぎの仕事っていうのはないかもしれませんけど、まあ、急にプレゼン資料を作る必要があるっていう場合には、この Google スライドを、使えるかと思いますんで、ぜひ試してみてください。それでは、今回はこの辺で失礼します。